感動、ナンバーアンダーライン愛祝賀会に滝沢秀明、IMP、北山博光が集結。メンバーへの愛が溢れる。ブローユアーカバー、1000万回再生突破の裏側。ナンバーアンダーライン愛の最新リリース、ブローユアーカバーが再生回数1000万回を突破したニュースが音楽シーンで話題沸騰している。彼らの表現力がファンを引きつけ、 その魅力的なパフォーマンスは一度見ると心に深く残ると評されている。3人のメンバーそれぞれが持つ個性が互いに調和し、表現力と感情が見事に交差するこの作品は、彼らの一貫した努力と確信を反映しており、多くの人々の心をつかんで話さない。ナンバーアンダーライン愛の表現力が際立つのは、単にダンスや歌唱力の高さだけでなく、そのパフォーマンスに込められた思いやメッセージにある。ブロウユア・カバーでは、 細かな振りり、付けと表情が緻密に計算されており見る者に圧倒的な没入感を与えている。そのため、ファンは彼らの魅力に引き込まれ、何度もリピート再生するようになり、結果として1000万回再生という驚異的な記録が生まれたのである。そんな中、ナンバーアンダーライン愛の成功を祝うために開催されたパーティーでは、彼らが普段から信仰を深めている仲間や先輩たちが一堂に会し、彼らの功績を称えた。 レストラン、趣旨での豪華な会食では、IMP や三宅健、北山博光といった面々、さらに彼らの所属事務所とべの滝沢秀明社長も顔を揃え、三人への賞賛と祝福の言葉が絶えなかった。滝沢社長は、ナンバーアンダーライン愛の最近の海外公演についても関心を示し、成果や学びについて興味深く尋ね、まるで親心のように彼らを見守っていた。また、 IMP のメンバーは心からのリスペクトを込めてナンバーアンダーライン愛を称賛し、彼らの努力と才能に深く感銘を受けたと述べている。さらに北山博光は、自分がナンバーアンダーライン愛の作品の大ファンであることを改めて強調し、彼らの音楽に対する愛情と支持を表明した。この祝賀会はただのパーティーではなく、仲間同士が互いの成功を喜び、励まし合う温かい場所だった。 これにはナンバーアンダーライン愛も心から感謝しており、日頃から支え合い、高め合う彼らの人間関係が、まさにこうした快挙を可能にしているのだと感じさせられる。このパーティーでのひとときは、彼らの絆と友情の証であり、これからのさらなる飛躍へのステップでもあったと言えるだろう。このような成果を達成するまでの背景には、もちろんナンバーアンダーライン愛自身の絶え間ない努力と挑戦があるが、 それだけではなく彼らを支える多くのファンの存在も多きい。ファンは彼らの作品を待ち望み、発表されるたびに反響を呼び起こし、それが彼らのモチベーションとなっている。ブロイヤーカバーが多くの人々に再生され続けている理由は、まさにそのファンの情熱と、彼らが届けるメッセージに共鳴しているからだ。ファンは、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスを通して日々の励ましやインスピレーションを得ており、 また彼らが伝えようとする世界観に深い感動を覚えている。彼らの表現力はただ、魅力的という言葉だけでは語り尽くせないほど奥深い。例えば、3人のメンバーそれぞれが持つキャラクターは異なっているが、チームとして一つにまとまることで相乗効果が生まれている。リーダーシップや繊細さ、エネルギーといった個性が見事に融合し、観客に強烈なインパクトを与える。その一方で、 パフォーマンスの中に自然な感情や温かさが感じられるのも、彼らが表現に真剣に向き合い、見せかけではない心の交流を大切にしているからだ。ダンスや歌の中に、心からのメッセージが込められており、それが見る者の,の心に直接響くため、ファンは彼らに引き寄せられていくのだ。ナンバーアンダーライン愛のようなアーティストが支持される背景には、単なる技術力以上に、人間性や姿勢が影響している。 彼らが示す誠実な姿勢と努力は、ファンのみならず、同じ業界にいる仲間たちにも刺激を与えている。IMP のメンバーが示したような尊敬の念や、北山博光の愛情ある言葉がそれを如実に物語っている。彼らが表現するアートは、ただのエンターテイメントではなく、人生の一部となり、時には困難な状況に立ち向かう力となる。彼らのパフォーマンスが多くの人に勇気を与えているのは、 観客に寄り添い心からの感謝を忘れない彼らの姿勢が伝わっているからである。このようにブローユアーカバーの成功はナンバーアンダーライン愛の表現力やパフォーマンスだけでなく彼らを支える人々の愛情と応援が支えている。この祝賀パーティーでの出来事は彼らが今後もより大きなステージへと進むための原動力となりさらなる挑戦への一歩を踏み出すことを意味している。 ファンも仲間も彼らの成長を共に見守り、そして支える存在として、今後のナンバーアンダーライン愛の活動に期待を寄せている。彼らが次にどんな作品を届けてくれるのか、その日が待ち遠しいと感じるファンは多いだろう。そして、彼らの未来に向けた期待はますます膨らんでいる。ナンバーアンダーライン愛の成功は偶然の産物ではなく、日々の努力、強い意志、 そしてファンとの特別な絆によって築かれてきたものだ。彼らが表現する音楽やパフォーマンスには、視覚的な美しさと技術的な巧みさだけでなく、ファン一人一人への感謝と敬意が込められている。このことは、祝賀会での仲間たちとの交流やファンへの思いからもうかがえる。彼らは決して独りよがりのアーティストではなく、周囲とのつながりを大切にし、その中で進化し続ける姿勢を見せているのだ。そして、 ナンバーアンダーライン愛は単なる音楽グループとしてだけでなく、ファンにとっても特別な存在としての役割を果たしている。彼らの楽曲には、聴く人に力を与え、前向きな気持ちを促す要素がある。例えば、数々のパフォーマンスの中で、ナンバーアンダーライン愛は、聴衆に勇気と希望を届けるようなメッセージを発信してきた。ブローユアーカバーでもそのメッセージが色濃く反映されており、自分自身に正直であること、 自分の可能性を信じることの大切さを歌いい上げているこのメッセージは、特に現代の忙しい生活を送る多くの人々に響き、日々の励ましや癒しとして役立っている。また、彼らがファンとの距離を縮めるための取り組みは、SNS などのデジタルプラットフォームを通じて実施されており、ファンが彼らの日常や裏側を垣間見ることができるようにしている。ナンバーアンダーライン e i は、常にファンの意見に耳を傾け、 そのフィードバックをもとに成長する柔軟さも持ち合わせている。彼らの公式アカウントには、時にリハーサルの風景や日常生活の1コマが投稿され、ファンは彼らの素顔を感じることができる。これにより、ファンとナンバーアンダーラインアイとの間には、ただのアーティストとファンという枠を超えた深い結びつきが生まれている。さらに、彼らは定期的にファンミーティングやライブイベントを開催し、 直接会ってて感謝の気持ちをを伝えるる場を設けているこうした努力が彼らの支持層をさらに広げ、特に幅広い年齢層のファンから愛される理由となっている。ファンは、ナンバー・アンダーライン愛の曲やパフォーマンスに自身の思い出や感情を重ね、彼らの活動を自分自身の成長や喜びとして感じている。まさに、ナンバー・アンダーライン愛の存在そのものが多くの人にとっての共感や支えとなっているのだ。 今後、彼らはより大きなステージに挑戦していくことが予想される。日本国内だけでなく、海外市場への展開も視野に入れており、世界中のファンと交流する機会が増えることで、さらに多くの人々に影響を与えていくことだろう。滝沢秀明社長が海外公演について興味深く尋ねていたのも、彼らがグローバルな展望を持ち続けていることを象徴している。ナンバーアンダーラインアイの今後の活動が、 彼らをさらに成長させ、次のステップに進むきっかけとなることは間違いないだろう。彼らの歩みは決して平坦なものではなく、様々な試練や課題を乗り越えてきたからこそ、今日のような成功を手にしている。ナンバーアンダーライン愛がこの先どのような困難に直面しようとも、その度に強く成長し、より一層輝きを放つだろう。そしてファンもまた、彼らと共に歩み続け、応援の声を送り続けることで、 彼らに力を与えている彼らの音楽が今後どのように進化し、どんな新しいメッセージを届けてくれるのか、その未来が待ち遠しい。そして、その未来には必ず、彼らを支える温かなファンの存在があることだろう。